皆さんこんにちは。今回もビックル XRP の最新ニュースをお届けします。ビットコインの価格が回復する中、 XRP は下落しています。その理由は何でしょうか。まずはビットコインの動向から見ていきましょう。こちらの表は仮想通貨ファンドのボリュームと純フローを示しています。純フローとはファンドに流入する資金と流出する資金の差額のことです。2日連続でプラスになっています。ファンドに資金流入、つまりビットコインが集まっているということですね。グレースケールからの流出も減少傾向にあります。ビットコインに対する投資家の信頼が高まっているようです。一方 XRP はどうでしょうか。こちらは XRP とビットコインのパフォーマンスを比較したチャートです。1月30日以降、 XRP はビットコインに大きく水をあけられています。下降トレンドから抜け出したかに見えたものの、すでに上昇トレンドが崩れてしまいそうです。なぜ XRP はこんなにも弱いのでしょうか。その答えはこれかもしれません。ホエールアラートです。30日には4600万枚もの XRP が送信されました。送信元はなんとリップル社でした。日本円にすると30億円以上です。これはリップル社が XRP を売却した可能性が高いことを意味します。実際にクジラ大口保有者の XRP 保有量が減少しており、取引所での XRP 保有量が増加しています。これはクジラが XRP を売り抜けていることを裏付けています。ビップル社やクジラが売却することで XRP の価格が下押し圧力を受けているかもしれませんね。また SEC 米国証券取引委員会との訴訟も XRP にとってマイナス要因です。 SEC はビップル社が未登録の有価証券である XRP を販売したとして訴えています。この訴訟が解決しない限り、米国では XRP 先物 ETF 上場投資信託が承認される可能性は低いと書かれています。ポジティブなニュースもあります。 XRP レジャーがスマートコントラクトを統合するための戦略的パートナーシップを締結。 EGA という開発者向けセンターと提携してイサリアムサイドチェーンを利用できるようにするようです。これで携帯電話から簡単にスマートコントラクトを展開できるようです。 EGA は学生を含めると75万人もの開発者が登録している人気のプラットフォームです。 XRP レジャーとイーサリアム仮想マシンの提携はエコシステムの拡大と DAPS 分散型アプリケーションの発展につながります。 XRP はSEC との一部勝訴で1日で価格が2倍になったこともあります。 SEC との訴訟が有利に進めば XRP の価格は大きく上昇する可能性もあります。しかしそれまでは不確実性が高いので分散投資をすることもお勧めします。このチャンネルではポジティブニュースもネガティブニュースも両方取り扱っています。少しでも参考になったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次回お会いしましょう。バイバイ。